きつい仕事を楽しく無理なく安全にヘビーワーカーズ東京。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。でも今日なんか予感してたんですよね。今日来るって思ってたんですよ。結構今日量あります、ね。量あるのと、はい、ガラス搬入が先にあるんで。なんか9時からガラス搬入があって、10時からやっとできるっていう。仮置きは9時からできるみたいなんで。はい。窓付近に書いてあるから。で、こっちに住人。で、いや、横立て横立て、立てかけてキュウリで、ボンとその辺にリフトからとりあえず全部行けんのリフトから行けます。ああ小割もらった小割は、部屋の中にマジで、あ、マジで全部すごいよこれえ、ちょっとえ、違うあ、全面が見えちゃってるんだよ、全面が。まずいと思う。そうなんですよ。だから、最初やれても、先2人が配って、あげみたいになっちゃう。積み込みできないから。はい、すぐ行ってくるんだけど。さあ、行きます。いただきません。何枚で
チャンス。3階決めたらさ、はい、もう降りてくれよ。あ、はい、はい、これトラック上げたら休憩しようよ。はい、休憩しないと危ないからね。ね、いや本当に危ないよ、だって休憩なしでさ。なんか中村さんのこの服なんか変わってますよね。飛びシャツですね。飛びシャツ、アラとか着てるんですよね。あの、飛びシャツっていうの、これ売ってるよ、あの K マックス。え、そうなんですか。 K マックス売ってるんですよ。これは違うけど、これのもっとごついやつ、あのアラが着てるやつ売ってるんですか。売ってる、絶対着れないですよ。あれ、強いよ。強い、鉄鋼付きみたいな。そう、もう鉄鋼ついてるから。そうなんですか。鉄鋼なんですよ、これ。まあ、めんどくさいけどね、あの、止めるやつ。でも、うん、ここも2万円のところ貼ってあるし、でも地味にする、5000円弱する。まあまあするよ。今はだからそのプライチのやつしかないんだけど、2種類あって、ね、5000円か4700円か、うおぉ、感じはできますよ。地味にするんだ。1回買っちゃえばもうあれもう買えないよ、ずっと。これ3年ぐらい前ぐらいに買ったけど、こんな傷ついてない。飛びシャツでしょ。飛びシャツ、うん、で頑丈なんです。頑丈ですね。生地も頑丈です。これはちょっと薄いやつなんですけど、はい、もっとごつい、最初買ったか、まあ、多分1年ぐらい着ないと、ここがなんか、ね、折ってあるんだけど、最初この折り目1年以上取れない。マジでこんなになっちゃうんだよ。こんなになっちゃってんだよ。さっき俺、そう、もう嫌だからもうアイロンしまくってなんだけど、一回洗うとキャンってやっちゃった。そんなに。もう、そう、男はこういうデザインなのかなぐらい折れてる。だからその中間欲しいじゃん。熱いじゃん。そうですよ。ほら、首下ついてる。わかんない、俺にしたら余ってたら持ってこっか、そういえば。何枚かね、そうなんですか、持ってたのか。あったら持ってくる。やっと。本当に着たいと思ってると思わないからさ。あんまり着たいっていう人いないんじゃない。結構でもみんな欲しいって言ってます。3階にも入れとくね。はい、先に3階下ろしてからいいか。透明じゃないですか、はい、見やすいんですけど、こうなんか光に当たって、はい、この縁が光ったりするんですよ、そうすると、はい、この枠とかなんかあんのかなみたいな感じで、これ何回もこんなんだって一人でなんかやべえやつなのかなみたいな思われちゃうよ、これ怖いな。光でなんかこう、なんだろう、なんか障害物があるように感じちゃって、はい、
一瞬でも一人でこんなの新しい発見ですね。いや、発見っていうか、俺これちょっとダメかも。本当ですか？ビビっちゃうっすね。以前、アナさんとか山口さんでなんか透明のやつだったら持ち合わせんじゃないか企画やったんですけど、あ、やってましたね。その時みんなやりやすいやりやすいしたんで、あれちょっと敏感に反応しちゃうな。なんかピカッて光ったりするんで、はい、避けちゃう。じゃあ全員がいいってわけではないってことね。慣れんのかなこれ。そういうの言ってなかったですか？なんか慣れるとは言ってました。いや違う、なんかはい、誰も言ってなかったです。マジで？はい、いや本当にやばいと思って。新たな発見です。発見というか怖いっすよ。ここまで見てめっちゃ綺麗にしたくなっちゃう。いや、かなり綺麗です。すごいですね、これ。すごいですね。これ単純に立てれば全然あの幅取んない、幅取りすぎちゃうから上のペースでやったんですけど、はい、立て掛けだったらって全然小山ぐらい置けるすごいですね。しなるのが嫌なんです。あー、そういうことなんですか。立て掛けるとしなっちゃう、はい、あー、これの方がまだこの長さがないから、はい、しないでっていうことで、これしなりどうな。そうですね、立ったまま置くの早いですね。あ、これですか。はい、そうですね、めっちゃ早いです。これやった方がいいんですよね。足にも優しいし、はい、すごい、そう思います。毎回スクワットになっちゃう。しゃがむのがこれでしゃがむのきついじゃないですか。気軽にきついです。もうこの完璧な山をすげーすげーすごっ、きれいだよ、すごっ。ああ何回も手挟みそうなってくる。あ、いい感じに収まってます。ありがとう。ちょっと入れてありました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。またお願いします。またお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日もご視聴ありがとうございました。また見てね。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、透明がいいっす。透明あるよ。なんか透明だと夏日焼けしないよね。こう、これだったらそのままフィルム。あ、そうなんだ。気にしたことないな。夏だけ俺、海とか日焼けさないフェイがかっこいいですね。そう、夏だけ黒真っ白だから本当真っ白だ。超コンプレックスだから。あ、そうなんですか。野球部でみんな黒いのに俺だけ真っ白だ。野球部です。野球部ですね。野球やつと、写真とか見ると俺だけ真っ白だ。野球部で真っ白なかなかいないです。高校生の時ぐらいから日焼けしたの。高校生からですか。いや、僕20代の頃は多分こんぐらい黒人マジで夜マジで見えない。表情分かんないぐらいです。クラブ週4で行って、だから 寝ないと日睡眠は日焼けしたので、昼間普通に美容師やって、夜になったら日焼けサロン行ってクラブ行く。美容師ですか。美容師やってたんですか。髪切る。あれなんかジムのトレーナーもやってたんですか。それは俺じゃないです。あれそれそうすけど、めちゃめちゃやってた。ジムのトレーナーとかやったことないです。本当ですか。何年間ぐらい やられてたんですか、美容師。30ちょいとかまでやってたんで。12年。大変でしたか。朝から夜中1時とか
万で14万。朝6時から夜中1時ぐらい、まあ練習っていうかね、修行だから、まああれなんかしないけど、今考えると走ってて14万。みんな本当好きじゃないですか、ね、なんか髪の毛とかあるから。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。